こんばんは。チャイナ。暗いですけど。暗いですけども。チャイナです。こんばんは。シンシン。リキヤくんめっちゃ可愛いギフト。ありがとうございます。ヤスルパンさん可愛いギフト。ありがとうございます。そう、チャイナなのです。19時かと思ってた。20時半だよ。19時はあれだね、四国のショールーム配信でしょ。それ混ざってるでしょ。四国のショールーム配信は19時です。店員さんに何か言われたって、これで来るわけないでしょ。家から家でこれから来てくるわけないでしょ。こんな格好をして街歩けないですよ。僕はピュアなので気づいてませんが、割とセクシーなチャイナ服で思った。割とセクシーなチャイナ服だった。赤ベアじゃないです、黒。思ったよりね。おいもちゃん桜ありがとうございます。ギリ見えない程度に。私もピュアなのですが、多分セクシーですって。ね、ピュアだから。気のせいです。こんばんは。正面から撮った方がいいかな。テレビそこにあるよね。ここは自宅じゃないです。ここにテレビ。歌う曲は歌いながら決めます。自宅じゃないですよ。同じとこあるかって。でも似たような部屋はあるけどね、自宅に。カラオケ部屋。暗い。ひとしさん桜ありがとうございます。何か注文しますかって。食べ物。さっきね、ハンバーグ食べてきたんですよ。なんかいるかな。まだお腹空いてない。そう、ビクのハンバーグ食べてきたんですよ。マカロンアイスとか。こんばんは。フライドポテト。
え、それな店員さん来てほしくないけどね。頼めんわ。配信回してるのバレる。飲み物はそうドリンクバーなんで。この配信のたびに急いでご飯食べてきました。うわ、食べながら見れるじゃん。チャーイーナトルパットル、チャーイーナ、配信のためにご飯抜いた意味わからんですわ。こんばんは。あ、ほんとや、そこね。来年は公務員、私あの公務員っぽい。こんばんは。配信のために一日引きこもってました。意味ある？それは意味ある。初めてジョジョ園行ってきました。いいなぁ、一人で。なわけないか。家族。いいなぁ。こんばんは。市役所？どうやってなるの、市役所って。家族か、いいね。今日のメイク特に目元がプリティでございます。わかる？暗いけど。暗くてわからんでしょ。その格好でお店に入ったらって。これで歩いてこないから、私これで距離は来ないから。普通にびっくりドンキ行ってるわけじゃん。これでさ、バークディッシュでやるわけないじゃん。はるさん、団子ありがとうございます。今の48って配信ばっかりしてるけど仕事してないのって。仕事して夜家帰って配信してるんです。素晴らしい。みんなプラスです。しないからね。こんな格好で行かないですよ。しかも今日日曜日だから人いっぱい。中華何が好き？ニラ玉。ニラ玉でーす。事務所からの依頼じゃないです。配信は自分でやってもやらなくてもいいんですよ。やらなくてもいいんです。自由。
手をする心。グロウジさん、ありがとう、ありがとうございます。やだよ、そんな今日も配信お願いしますなんて言われたらマネージャーさんにやりたくなくなるわ。逆に雨だった、マジ。こんばんは。ジョイサウンド、雨降ってるの、マジ。傘持ってないよ。ジョイサウンドね、メドレーないんですよね。なんか前回苗字に雪がついてるの珍しい。そうそうです、お気に入りポイント。あんな、いつもゾイサウンドで歌うのって、でも仕事っていうかプライベートでカラオケ来ないんですよね。だからいつもって聞かれたら分かんない。ウトムさん、何個ありがとうございます。メンバーとカラオケ行かないですよ。みんなショールームでやってるからさ、ショールーム、一人でみんなショールームでやってるんですよ。だからわざわざ休日にカラオケは行かないです。こんばんは。安部さん、桜、ありがとうございます。トリアドプスでカラオケ配信、うわー、アイコンね、アイコンないから。まだ一人カラオケ行ったことないですね。あんまり行く機会ないよね、一人カラオケって。じゃあ歌おうかな、 STU から。めっちゃ入っとるわ。傘持ってないけど、私晴れ女だから大丈夫。じゃあ行き、ここから行こうかな。息をする心。ね、いっぱい入ってる曲、 STU の曲。じゃあ息をする心から歌います。そう、私晴れ女だから傘いらないの。まあ私が歩き出したらやめやろみたいな感覚でいつも傘持ってて。横から見ると若い、前から見ても若い。何それ。あ、真剣。息をする心、行きました。テスです。後ろから見ても若い、もう生えてるもんね。小さいかな。
ありがとうございます。タワー安部さん、ありがとうございます。生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、他の人と比べないで、吸って吐いて自分のペースで。リンゴさん、ありがとうございます。ふっくらごはんさん、やするぱんさん、ありがとうございます。やすべさん、タワー、ありがとうございます。息をするとこ息を吐いた前で涙が出てきました。本当息継ぎ、まあ1曲目なんでね、次はいいですかね。 STU48、僕はこの海を眺めている。あるけどさ、なんかミュージックビデオしかないんだけど、見て、僕はこの海を眺めている、ミュージックビデオしかない、歌詞が表示されません。だってなんでだろう、歌詞出んやつだ。ネットショッピング、MM さん、団子、ありがとうございます。ね、こんなん前あったっけ。あ、新しいやつにしたけんかな。一番いいジョイサウンドにしたんですよ。最新のミュージックビデオを見れる、ミュージックビデオを見れる。ね、すごい、ミュージックビデオ鑑賞できますわ。無謀あるよ。じゃあ無謀にしよう。無謀な夢は覚めることがない。無謀な夢、
誰かの元気じゃ磨かない、若さが向こう見ず、向こうの夢は覚めることがない、胸の裏ずっと焼き付いてる、会うことない、願いだからこそ手を伸ばし続けられる、希望という名を言い訳しながら、そんな低い星を見てどうする、愚かなやつだと笑われたって、言ったことない世界へ、
パイの水、雨とか涙とか、雨とか涙とか、ね、適当に入れるわ、雨とか涙とか。
ございます。一期生さんの曲雨とか涙とかでした。いい曲ね、これやりたい、みんなで雨とか涙とか。そう、雨とか涙とかですね、披露したいな。できるかも。何歌おうかな。 STU じゃなくてもいいんだけど。こんばんは。え、船割りまだじゃない？まだあるんだよ、時間いっぱい。ちょっと STU じゃない。何歳までって、何歳え、船から降りた僕たちはっていう曲です。船降り、そう、まだ時間あるかなって。何歌おうかな。48グループ何聴いてるっけな。アクチュアリー、新曲無理じゃろ絶対。どんなんやったっけ。まあ後でやってみよう。お一人様天国そっちにしようかな。確実に歌える。あいうえお本人映像。わかんない、歌えるかもしれないけど、ちょっと次くらいで。ね、私もお一人様なのでカラオケ。あ、本人映像嬉しい。
乃木坂46さんのおひとりさま天国でした。ありがとうございます。おひとりさま天国、坂道さんの後ぜひイコラブ聞きたいですって。いいですよ、イコラブさん行こうかな。充電つなげてるので大丈夫です。人気順、青春サブリミナル、わかる、青春サブリミナル、¡Gracias!
めっちゃ忙しかった。6人じゃないか、何人だったっけ、19人ぐらいだったっけ。何歌おうかな。日向坂さん、斉藤渚さんが好きだったの。でも今は卒業されたから。桜坂さんもマジむずいよ絶対。ラップみたいなの入ってなかったっけ。誰か覗いてきた。怖っ。ちょっと流してみよう。歌えるかもしれんけど。え、めっちゃ難しいはずだよね。どんなんやったっけな。え、怖い。バーンって覗いてきた。怖い。Thank you.
うけど、あんまり聞いてない。あんまり聞いてないんですよね。私の好きな曲なんですよ。でもまだ歌おうとしたことないから、私の好きな曲です。しかも新曲すぎて多分みんな知らないよね。スタートオーバーとかも歌えるよ、桜坂さん。承認欲求もめっちゃむずい。だから桜坂さんの曲めっちゃむずいよね。君の顔も止めてとも止められる SNS、 ちゃんと見てるからって言ってるのに欲張る。そうなんよ、めっちゃ聞こまんと難しいんよ桜坂さんは。そう、欅坂さんもね、でも好きだから歌えるんだけど、最近の新曲は行ってみる、承認欲求。もう無理そうやったらやめたらいいや。めっちゃむずいよね、口が回らん、コミュニケーション。
能力なんて高くなくてどうすればいい。未来のものというものが今のことだってちゃんと見ているよ。仮に何か証明された即友達か君のことだって全然気にならない。無理だわ。みんなの知ってる曲にしよう。じゃあ日向坂さん。はーい。日向坂さん。はい。思い出してよかった。もう入れちゃった。Thank you.
のメロンソーダ。1位、あざとかわいいだって、日向坂さんの1位。あざとかわいい。2杯目。もうすぐ入れに行かなきゃ、なくなる。ドリンクバー。ドリンクバーなくなる。ライブで日向坂さんの曲やってた。そう、それはキュンです。
来るまで。ライブでやったのは今日。今日行きます。Thank you.
ありがとうございます。今日炭酸なんか鳴ってるわ。本体左下のコネクターで電源切る。充電が 30% やって。何の充電わからんや。好きじゃない。充電が 30% ですって言われたけど、時間は大丈夫です。5時までなんで。端末でもめっちゃあるよね充電。なんやろ、マイクかな、マイクかな、それともあのメニューのやつかな。メニューのやつが鳴ってたの。注文はこちらみたいな。5時までなんで。
ありがとう。好きになれただけで幸せだでした。好きになれ、どうしても君が好きだ。船降り早くない？てか今何時だろう。時計ないんだよね。みんな知ってるかな？ AKB さんの曲。Bye.
んだけど。地声じゃん。どういうこと？マイクなかったんだ。マイクない方がいい。こんなカラオケある？服部さん、かわいい。ありがとうございます。え、充電切れたんかな。あ、これはいけるわ。これマイク。あー入ってるね。法定速度は歌えない。法定速度と言われちゃう。アイドルなんかじゃなければ。じゃあ気づかぬうちにいつからかマイク入ってなかったんかな。悲しい。エコーかかってる？ほんと？あ、もしかしてこれがマイク？もしかして部屋が。あー部屋がマイクかな。私の部屋
48さんの曲です。よし、ドリンクバー行ってこようかな。新しいマイクもらってこようかな。とりあえず充電しよう。これも何も効かんわ、多分。ほら、あんま。この曲ってこんな意味深な、意味深の曲、深い曲ですよ。アイドルなんかじゃなければ。どうしますか、卒業理由が恋愛したいからだったら。飲み切る。着替えますよ。おめでとうございます。いや、まだ見つけるところからじゃん。おめでとうは早いですよ。行かないよ。スペインで結婚式に参加できますかって。何それ。ではドリンクバー行ってきます。まあすぐ帰ってくるのでドリンクバー行ってきます。3分で切れるんやっけ。3分で戻ってくればいいってことよね。とりあえずドリンクバー行ってきます。バイバイ。
マイクも持ってきた。ただいま。飲み物はオレンジとリンゴジュース。リンゴジュースです。グレープフルーツじゃないよ、オレンジジュース。そう、口の中荒れるけど、まあ飲みたくて。口の皮剥げるけど飲みたくて飲みたくて飲みたくて。じゃあ何歌うかな。じゃあ船折り歌うか。そろそろ
ラーボール、ありがとうございます。強めの指差しです。目が回りました。サクタメ、サクタメ歌えるかな、高くない？みんなで食べた満開の花火な、春カフェに食べて、スカス、また後で歌います。I'm not afraid to die.
おじこじさん、桜餅たくさんありがとうございます。おいもちゃん、おじこじさんありがとうございます。ヨッシーさん、服部さん、べほけのさん、桜だったら何が歌えるんだっけ。桜、最強ツインテール桜関係ない作業から。桜の木になろう、桜の花びらたち、桜の花びらたち、春の空の下も今一人で歩き始めるんだ。桜の花びらたち、桜の木になろう、どっちがいいですか。桜の花びらたち、十年桜、桜の花びらたち、十年桜どんなんやったっけな。
桜の花びらたち、ありがとうございます。桜の花びらたちを、ペンギンありがとうございます。十年桜どんなんだったっけな。どこかで桜の花びらがはらりと風に舞うように、
そう、聞いたことはあるね、さすがに。でも歌ったことはない。ね、聞いたことあったから分かったわ。途中は怪しかったけど、チェリーブロッサムのあたりから。知ってるわ、そりゃ知ってるわ。いけてました、よかったです。桜の木になろうわ。ポテト？お腹空いてない。お腹空いてないよね。長い、無音の時間長い。もう入れてるんだけど、入れてるんですよ。もう始まってる、MV 始まってるんですけどね。無音だ。難しいので。
AKB48 さんの桜の木になろうでした。ありがとうございます。春夏秋冬いいね、いいじゃん、桜出てくるし。
でした。どうしますか。今何時？半ぐらい。10時半ぐらい。あ、でも結構行ってるね。8時半、9時半、10時半。そうよね、もうちょっと。あ、ヘタレね。そうだそうだ。誰たちを昔は誰もが知っていた
自分もメダルだって思ってきた。ここで1回くらい頑張ったって、それは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。メダルだって、やるときはやるよ。ありがとうございます。世界達夫でした。セリフ間違えなくてすごい。ああ間違えた。分かる人にしか分かんない。下手でなっちゃんバージョン。僕はずっと下手だと思ってきた。ああ間違えた。なっちゃんバージョン。さあ、そろそろ締めですね。あと2、3曲、2、3曲で終わりたいと思います。何がいいですか。夢から。あ、夢を話す。なっちゃんバージョン。あ、おもこい。マジおもこい。じゃあおもこいにする。めっちゃ人気やん。もうこれにするわ。それたちはなっちゃうのじゃん。はい、思い出せる声をしようです。見上げていたって。
ラーボール、ありがとうございます。服部さん、クレンパさんさん、タイピエンさん、ミラーボール、ありがとうございます。波音、はい、MV なので終わりました。あと2曲、あと2曲。ヤスルパンさん、ありがとうございます。ガラス瓶、歌ってるし、視聴予約 MV しかない。見て、これはカラオケではありません。 MV しかないけど、 MV にかぶせたらいいんかな、声入っとるかな。どうなんやろ、いけるんかな。MV だ、声入ってるわ。これあかんですわ、歌詞出ないし声入ってる。あれだ、スパクスパクになっちゃう。嬉しい嵐もいくつかの夜過ぎれば、ただ日常が広がるだけで、僕は今負けそうな自分のその無力さに心でそう。できない理由ばかり考えて
教えられた気がするよ。どんな結果が届こうと変わらない潮騒の中で、あの海流が夢を届けると信じながら、夢を海に流せば叶うかな。いつかはちゃんと自分の元に帰るように、波が少しずつ運んで地球に一周できるかも。願いの強さとは巡り巡った距離、遠いあの頃の出航、私の好きな歌詞が入ってるやつ。夢を見る条件は海が好きなこと。出航のね、2番の歌詞が好きなんですよ。出航も歌っちゃおう。
腹だれも捨てがたいけどね。腹だれも歌おうかな。腹だれも歌おう。残り2曲がずっと延々ループしてるわ。ラスト2曲、ラスト2曲もうユリーカ入れとこう。I'm not afraid to die.
じゃあ次、ラスト、本当に。ラスト。スルパンさん、こじこじさん、やすべさん、ヨッシーさん、ありがとうございます。以上です。終わりです。もう終わりです。ありがとうございました。カラオケ配信終わりになります。犬犬さん、団子ありがとうございます。
サリオさん、ありがとうございます。はい、また来月。はい、ありがとうございました。リフト、ということで壇上を見ます。壇上13位、ふっくらごはんさん、12位ヨッシーさん、11位りんごさん、10位うどむさん、9位はるゆめさん、8位てっほけなさん、7位みきやくん、6位はっとりさん、5位ほくれんぱさらんさん、4位かいぴーえんさん、3位やするぱんさん、2位こじこじさん、1位やすべーさん、ありがとうございました。タワーもありがとうございました。おやすみの投げポッペ。マイクがうるさいわ。ということで、おやすみなさいませ。明日から月曜日頑張りましょう。ってことで終わります。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみー。おやすみー。